フロンドの乱は17世紀フランスで起こった反乱。フランスにおける貴族の反乱としては最後のもので貴族勢力は打倒され絶対王政の確立につながった。フロンドとは当時流行していた投石器を意味しパリの民衆がマザランテをめがけて投石したことから呼ばれるようになったという。1643年。 ルイ13世の死によって、ルイ14世がわずか5歳で即位、大きさき、アンヌドートリッシュが、摂政ジュール・マザランが、実質最小の座につく。マザランは、リシュリューの政策を継承し、貴族層と対抗、30年戦争継続のための重税を課した、ため、貴族と民衆の一層の反発を買った。当時は、倍貫性によって、民衆のうち富裕層が、 報復貴族として増加していた。報復貴族はパリ高等法院にも基盤を持ち、結果民衆と貴族勢力が結合し宮廷と対立する背景となった。また、アンヌドートリッシュがスペイン人、マザランがイタリア人であったことも反乱の一因と言われている。その後、イギリスで起こった。 心境と革命も影響を与えた。1648年8月、マザランが高等法院のメンバーを逮捕したことをきっかけに、当初は民衆と報復貴族が放棄。反乱軍はパリを包囲し、王宮内の当時10歳のルイ14世の寝室まで侵入。ルイ14世は寝たふりをして難を逃れたとされているが、 翌1649年に1月に、ルイ14世とマザラインは、パリを一時退去サンジェルマンアンレーへ、避難せざるを得なくなった。ルイ14世の幼い時のこの体験が、後のベルサイユ戦闘につながったと言われている。反乱軍は、コンティコー・アルマンを大将に押したが、コンティコーの兄で、王統派のコンデコー、ルイ2世の軍がパリを逆包囲して3月に一旦、 鎮圧するが、集房を集めたコンデコーがマザランと対立して1650年1月に、コンデコーが逮捕されると、憤慨した一族が、ブルゴーニュ・ノルマンディなどで挙兵して、国王軍が反乱鎮圧に出動、騒ぎが収まらないまま、翌1651年2月に、コンデコーは釈放、マザランはドイツへ亡命した。コンデコーは、パリで県政を振るい、 反乱軍に加わってからは大貴族も含めた反乱に拡大した。しかし、反乱側は諸階層の利害の対立から内部分裂による自滅の道を歩み、コンデコーは9月にボルドーへ退去、地方に反乱を呼びかけると同時に、スペインの援軍とも合流、宮廷もパリからポアチェに移動してパリは反乱軍に制圧された。 1652年1月に亡命先からマザランが帰国、続いてトゥレンヌ元帥とも合流を果たし、国王軍の指揮をトゥレンヌに委ねた。コンデコは4月にスペイン軍と共にボルドーからパリを目指して北上し、トゥレンヌと交戦しながらパリへ入場。7月にパリ郊外へ出てフォーブール・サンタントワーヌの戦いで国王軍と激突した。戦闘は、 パリからアンヌマリー・ルイーズ・ドルレアンの迎撃で国王軍がひるんだ隙をついてコンデコがパリに撤退したため決着はつかなかったが決定的な戦果を出せず反乱軍の期待に応えられないコンデコは次第に孤立8月にマザランが自主的に再度亡命したこともあってパリに国王機関を望む雰囲気が出来上がっていったそして10月にコンデコがパリから 脱出、入れ替わるように、ルイ14世羅が帰還し、十一月にトュレンヌの追撃で、コンデコは、スペイン領ネーデルラントへ、亡命。六百五十三年二月に、マザランがパリへ戻り七月に、ボルドーが、国王軍に鎮圧され反乱は収束した。以後フランスは、貴族勢力の打倒により、絶対王政へ進むことになる。ダルタニャン物語では、三重視のうち、 アトスとアラミスが反乱側につき、ダルタニャン、ボルトスと敵味方に分かれる。ボルテール、P43P54、長谷川、P107P112、トモキよ、P9P11。ボルテール、P54P77、長谷川、P112P114、トモキよ、P15P21。ありがとうございます。